ローマ内戦、ローマ内戦では、紀元前49年から紀元前45年の間に起きた共和制ローマ期の内戦について記す。グナエウス・ポンペイウス及び元老院派とガイウス・ユリウス・カイサル派の間で起こった一の戦争で、カイサルが当時の国家に対して仕掛けたものである。イタリア、ギリシア、エジプト、北アフリカ及びヒスパニアで争い。 カエサル派が最終的に言動インパを打倒して独裁体制を確立した。共和制ローマではグラックス兄弟による一連の改革に始まり、ガイウス・マリウスやルキウス・コルネリウス・セッタによる支配、ポプラレス、平民派とオプティマテス、罰族派、言動インパの争いなど後世、内乱の一世紀と呼ばれる正常不安な状態が続いていた。 紀元前59年に、ポンペイウス、カエサル、マルクス・リキニウス・クラッススは、第一回三党政治と後に呼ばれ、統治体制を構築して、権力を握り、カエサルは、自身の娘ユリアをポンペイウスへと嫁がせたことで、基盤を固めた。その後、カエサルはガリアなど三つの属衆の総督として、赴任して、ガリア戦争を戦い、紀元前55年には、ポンペイウスとクラッススが共に、 執政官、コンスルを務めた。しかし、紀元前54年にユリアが死去、紀元前53年にパルティアとのカルラへの戦いで、クラッススも戦死したことで、第一回三党政治が崩壊した。また、カエサルがガリア戦争の成功により、ポンペウスと同等の軍事上の権限を得たことに、対し、元老院派は、カエサルの権力拡大を危惧してポンペウスと接近した。 紀元前52年には、プブリウス・クロディウス・プルケル暗殺に伴う、ローマ国内の混乱へ対処するため、ポンペイウスを唯一のコンスルに選出した。元老院はカイサルが、ガリア総督としての人気切れ後に、コンスルに立候補する意向であることを知り、カイサルから軍隊を引き離すことを模索した。紀元前50年12月、カイサルはポンペイウスも、軍隊を解散させるならば、 自分も軍隊を手放すと元老院に伝承を送ったが、元老院はカイサルが不法に軍を維持するのならば、国家の敵と宣告するとた。カイサルの幕僚であるマルクス・アントニウス及びクイントス、カシウス・ロンギヌスはカイサルからの応じられないとする意向を元老院へ伝えたが、元老院はこれを拒否した。紀元前50年、ポンペウス及び元老院派は、 プロコンスル、全執政官としてのカエサルの任期が終わったことを受けて、ローマに戻り軍を解散するよう指示し、カエサルがコンスルに立候補するのを禁じた。カエサルは、コンスルの地位も、軍隊の力もなしに、ローマに戻るなら、スキピオアフリカヌスのごとく罪に問われ、政治的に失脚させられると考えた。紀元前49年1月。 元老院はカイサルに対して元老院最終勧告を発した。紀元前49年1月10日、カイサルは子外の部隊である第10軍団と共にガリア・キサルピナとイタリア本土の境界であるルビコン川を渡るという決定的な一歩を踏み出したイタリア本土、ルビンイナン、ブルンディシウムイ北へ軍隊を率いて侵入することは禁じられていたが、実際は過去に マリウスやスッラも攻め込んでいる。なお、この際にカエサルは、サイは投げられたと言ったとされる。ローマへのカエサルの進撃に対して、無防備なローマにいることを嫌ったポンペイウスは、ローマから逃れた。ポンペイウスには影響下にある軍隊がいくつかあり、その中のドミティウス・アイノバルブスに対してカエサルが、ローマに着く前に途中で追舞するよう指示を出したものの、 カエサルはドミティウス軍をコルフィニウム、ゲン、コルフィーニオで撃ちった。カエサルはローマへ向かわずに、ポンペイウスを追って、さらに南下。ポンペイウスは、自身の地盤である東方族州へ向かうために、ブルンディシウムを目指し、クイントスカエキリウスメテルスピウススキピオナシカや、マルクスポルキウスカトラ原動委員議員もポンペイウスに合流するため南へ逃れた。 カエサルはポンペイウスへ会談をするように申し出たが、ポンペイウスはこれを拒否。その後カエサルもブルンギシウムへ到着したものの、紀元前49年3月にポンペイウスは、自軍の戦隊と共にギシアまで逃れていた。この時、カエサルの金庫は空っぽになっていたので、彼は、元老インパとの戦いに備えて、ローマの国庫の金を軍資金に当てた。ポンペイウスが軍を集めている間、 カエサルはポンペイウスへの合力が予想される軍隊を排除すべく、老インパの画像であったヒスパニアへ進軍。イレルガの戦いで、ルキウス・アフラニウスやマルクス・ペトレウス、マルクス・テレンティウス・アロラが率いる、老インパ軍を破り、老インパに組みして抗戦した、マッシリア、ン・マルセイユ・デキムス・ユニウス・ブルゥス・アルビヌスらが、陥落させた、マッシリア包囲戦。一方、 同じ元老院派の勢力下にあった北アフリカへは、ガイウス・スクリボニュース・クリオが葬式を取る、エサル軍がアフリカ属州の州都であるウティカへ侵攻したものの、元老院派は、ヌミリア王ユバ一世の火星も受けてバグラダス側の戦い、現、メジェルダ側で、カエサル軍を壊滅させ、クリオを討ち取った。カエサルは、ローマへ戻ると元老院によって、 紀元前48年のコンスルに選出され、ギリシアにポンペウスを追悼するためカエサルは、海峡の向こう側のエピロスに約1万5千人の軍隊を集結させた。紀元前48年7月、カエサル軍は、元老院派の平坦基地でもあった、デュッダキウム、元、ドゥラスの包囲戦を展開したが、デュッダキウムの戦い、元老院派軍の前に敗走した。しかし、 ポンペイウスは、寄せ集めの自軍が、カエサルの精鋭軍を破ったと信じられず、カエサル軍の後退も罠と信じて総統戦は行わなかった。結果、ポンペイウスは内戦を早期に終わらせる機会と勝機を失った。8月に、両軍はギリシア北部のファルサルスで再度激突。カエサル軍により、不評も、騎馬兵ともに遥かに、大勢の元老院派軍であったが、敗北した。 ファルサルスの戦い。この戦闘の結果、老インパの中でドミティウスが戦死、マルクス・クラウディウス・マルケルスやヒスパニアで敗北した、ウアロ、マルクス・トゥ、ディウス、キケロ、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスや、マルクス・ユニウス・ブルトゥスらが陣営を離れ、カエサルに降伏した。ポンペイウスとルキウス・コルネリウス・レントルス・クルスは、再起を図るべく、エプトに逃れたが、9月に、 国王プトレマイオス十三世への側近によって殺害された。メテルススキピオ、アフラニウスとペトレウス及びカトは北アフリカに逃れた。ローマ元老院はカイサルを独裁官、リクタトルに任命したが、十一日後にリクタトルを辞職して、コンスル、二期目に選出された。カイサルはポンペウスを追ってアレクサンドリアへ渡ったが、すでにポンペウスは殺害されていた。 プトレマイオス朝では、プトレマイオス十三世及び彼の姉アルシノエ四世と、プトレマイオス十三世の妻として、共同で、ファラオの座にあった、クレオパトラ七世が争う状態であったが、ポンペイウスを殺害した、プトレマイオス十三世の責任を強く見た、贈り物として、プトレマイオス三世の自重が手渡した、ポンペイウスの首を見て返さルは、 涙したと伝えられることもあって、カエサルはクレオパトラ7世の側について、彼女を勝利に導き、クレオパトラ7世が、プトレマイオス長の実権を握った、名目上は、プトレマイオス14世との共同統治。紀元前47年のうち、1ヶ月をエジプトで過ごしたカエサルは、ローマ内戦の歓撃をつく形で、ポントス王ハルナケス2世が、ローマ領へ侵攻したのを受けて、 シリア族州を経て、ポントスへ向かい、ファルナケス二世に、ゼラの戦いで勝利。この際、カイサルは、ローマの友人へ来た、見た、勝ったという内容の手紙を送っている。ファルナケスは、ボスポロス王国まで退去して、スキタイ族とサルマタイ族からなる軍を構成し、いくつかの都市を支配下に置いたが、軍内部の人間によって殺害された。紀元前十七年、カイサルは、 北アフリカウティカに逃れた元老院派の残党を追悼するため出発。メテルススキピオラが率いる元老院派及びいえば一世率いるヌミディア、連合軍を紀元前46年4月にタススの戦いで撃破し、メテルススキピオ、アフラニウスらは殺害された。さらにカエサル軍はウティカを攻撃し、 ウティカに牢城していたカトは支えきれずに自殺、ユ岩も逃亡を図ったがペトレウスと共に自殺して、ヌミディア王国は断絶した。ポンペイウスの長男グナイウス・ポンペイウスと、次男セクストス・ポンペイウス、そしてティトスラビエヌスらは、ヒスパニアに逃れて、当地で兵を集めた。ヒスパニアを守備していたガイウス・トレボニウスを圧迫する勢いであったため、紀元前46年夏に外戦式を終えた。 カイサルはヒスパニアへ出兵し、紀元前45年3月ムンダの戦いで、元老院派を撃破てラビエヌスは戦死、クナエウス・ポンペウスは逃亡途中で殺害された。セクスティスは大西洋岸まで逃亡したものの、ムンダでの勝利をもって一連の内乱は終結を見た。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。